宇宙空間で人は風邪をひかない。人が風邪をひくのは風邪のウイルスに感染するため。つまり風邪のウイルスがなければ風邪をひくことはない。現在実際に使われている国際宇宙ステーション ISS を例にしてみる。まず宇宙飛行士は何度も健康診断を受けて健康管理をしている。出発前に隔離され病気に感染するのを防ぐ。対面できるのは家族だけであるが、その家族たちも健康診断を受けている。そのため風邪のウイルスに感染したまま宇宙に行くということはない。また宇宙船内は空気清浄機が作動しており、無菌状態となっている。船内に持ち込まれる機材も徹底的に消毒した後に入れられる。船内もカビが生えたりしないようこまめに清掃される。ただし人間の体から完全に菌類をなくすことは不可能である。体内には常在菌という雑菌が常に繁殖している。しかしこれらの菌は通常体に悪さをすることはない。宇宙ステーションの中にいる間、宇宙飛行士の健康状態は24時間地上からモニターされている。そのため宇宙飛行士が風邪をはじめとする感染症にかかる可能性は極めて低いのだ。ただ、もしも虫垂炎などの手術が必要な病気や生命に関わる怪我をした場合は、緊急で地球に戻され治療を受けることになる。宇宙飛行には大変な額のお金がかかっている。宇宙飛行士は限られた日数の中で自分の役割を果たさなくてはならない。風邪をひいてしまって役割を果たせなくなってしまったら大変な損害である。そのため、これだけ厳重な健康管理が行われているのだ。電力量計はアラゴの円盤の原理を利用している。屋外に備え付けられている電力量計、よく見ると中で円盤がくるくると回っている。この円盤はアラゴの円盤と呼ばれる現象を利用し、この円盤を回転し使用電力量を算出しているのだ。アラゴの円盤とは糸で吊るされたアルミの円盤の下で磁石を回転させると円盤が吊られて回転し始める現象を言う。これが鉄の円盤であれば当然磁石の影響を受けるが、磁石とは関係のないアルミの円盤が回転するのだ。そして電力量計に使われている円盤もアルミでできている。このアラゴの円盤は、変化を打ち消す方向に電気現象は起こるという
電磁誘導の法則で説明される。磁石を動かすと磁場が変化し、これを打ち消そうとする渦状の電流が円盤の中に生まれる。そして、この渦電流が磁石から力を受けて円盤を回転させるのだ。電力量計、電気メーターでは、回転する磁石の代わりにコイルを円盤の上下に配置している。下のコイルに流す電流のタイミングをずらして、回転する磁石に相当する磁力を生み出しているのだ。そして、このコイルは屋内配線に通じているため、電気がたくさん使われれば、それだけコイルを流れる電流が増え、円盤が速く回転する。この回転数を測ることで、使用電力量を算出しているのだ。ポテトチップスのジャガイモの皮はヤスリで剥がしていた。ポテトチップスを製造する工場では、ジャガイモを水洗いした後、回転するドラムの中に投入する。このドラムの中には、棒状のヤスリがついており、そこにジャガイモが当たると、皮がこすり取られるのだ。ちなみに、このこすり取られた皮は、家畜の餌や肥料として再利用し、ジャガイモを捨てることなく使い切ってるという。歩数計をカバンの中に入れても、正確にカウントできるのはなぜなのか。メタボ対策などで人気が再燃している歩数計。万歩計と呼ばれることが多いが、これは山里計計器の登録商標で、一般的な呼称としては歩数計が用いられている。この歩数計は、一歩歩くごとにカウンターが一つずつ増えていくが、これはどのような仕組みになっているのか。古典的な振り子式の歩数計は、中に振り子が入っており、一歩歩いて振り子が揺れるたびに通電し、カウントが増えるようになっている。安価な歩数計は、ほとんどがこのタイプであるが、この方式の場合、振り子を地面に対して垂直になるように装着しなければならない。でないと、正確にカウントされない。また、例えば、起立や着席の動作など、歩行以外の動作も、歩数としてカウントしてしまうといった欠点もある。そこで登場したのが、加速度センサー式の歩数計である。これは、歩くリズムを加速度センサーがついたマイクロコンピューターが解析する仕組みになっている。このタイプの歩数計は、歩行と他の動作を区別することができるため、たとえカバンの中に入れていても、歩数を正確にカウントすることが可能なのだ。加速度センサーには通常、圧電素子が利用されており、
これは力を電圧に変換して、その電圧の変化で歩行かどうかを判断しているのだ。ドライアイスから立ち上る煙は二酸化炭素ではない。ドライアイスを作るにはまず気体である二酸化炭素に圧力を加えて液化させる。次に液体になった二酸化炭素を急速に大気中に放出する。すると気化熱が奪われ、二酸化炭素の凝固点を下回り、粉末状のドライアイスになる。しかし、この方法で製造したドライアイスは圧縮しても固めることができない。そのため、ブロック状のドライアイスには固めるために数パーセントの水と薬液が加えられている。また、ドライアイスといえば、水につけると、もくもくとした白い煙が立ち上るのも特徴で、あの白い煙を二酸化炭素だと思っている人が多い。実は、あの煙の正体は、水分である。ドライアイスによって凍った水分が白い煙になっているのだ。二酸化炭素はそもそも目には見えない。変速エスカレーターは内部が変形して速度を変えている。エスカレーターはラテン語のスカラと英語のエレベーターを組み合わせて作られた言葉である。考案者であるアメリカの発明家チャールズ・シーバーガーが1895年に命名した。エスカレーターはその名の通り階段状の昇降装置で、その利点は搬送能力が高いことである。エレベーターに比べ格段の効率の良さを誇っている。エスカレーターはステップをループ状のチェーンに連結し、モーターで駆動する。ステップの速度は様々であるが、多くのエスカレーターの速度は、分速30メートルという一定の速度で動くため、せっかちな人は、ステップを駆け上がったり、駆け下りたりしている。もちろん速度を上げることも可能であるが、そうすると特にお年寄りや新商社にとって乗り降りが危険になってしまう。この二つの問題を解決したのが、三菱電機が実用化した変速エスカレーターである。普通のエスカレーターは、二つのステップをチェーンで直接的に連結しているが、変速エスカレーターは、連結部が曲がる仕組みになっている。つまり、傾斜時は、カタカナの「イ」のような形をしていた連結チェーンが、乗り口と降り口部分では、アルファベットの大文字 Y のような形に変形しているのだ。
このようにすることで、乗り口と降り口部分でちょうど髪がシワになるような原理でスピードが落ち、安全に乗り降りができるのだ。また、この仕組みによって傾斜部の速度を乗降時の 1.5 倍にすることが可能になったという。花火の色はどうやってつけられているのか。夏の風物詩、花火。夏の夜空を彩る花火は、日常の忙しさや問題事を一時的ながら忘れさせてくれ、新たな活力を生み出してくれる不思議な存在である。花火にはさまざまな種類があり、一発だけでも色とりどりの光や表情を見せてくれる。これらの光のもとには、私たちがよく耳にする物質が数多く使用されている。基本的に、花火は硝酸カリウムや塩素酸カリウムなどをもとに作られた火薬と、これを着色する物質、火の粉や煙などで構成されている。このうち、着色する物質としては、主に赤く光るストロンチウム、黄色く光るナトリウム、青く光る銅、緑に光るバリウムが使用されている。そして、煙を出す物質としては、白い煙を出す亜鉛や硫黄、黄色い煙を出す珪岩石などが使用されている。オールステンレスの包丁には、手術用メスの技術が応用されている。現在では、さまざまなメーカーから、オールステンレスの包丁が発売されている。その先駆けとなったのは、1983年に、金属食器の町として知られる、新潟県燕市にある、吉田金属工業が発売したグローバルであった。この包丁の特徴は、刀身から柄まですべてステンレス製の一体構造となっている点で、この構造のおかげで柄の腐食による抜け落ちや雑菌の繁殖を抑えることができるのだ。しかし、この包丁の開発には苦労もあったという。当時のステンレス鋼は短期間で切れ味が落ちてしまうため、切れ味の維持が課題とされていた。そこで銅工業が着目したのが、手術用のメスであった。メスの材料である超硬化ステンレスと鋳造技術を組み合わせて、鋭利な切れ味を長く維持することに成功したのだ。ちなみに、ステンレス製の包丁のおそらく唯一の欠点は、研ぎにくいことであると思われる。また、錆びにくいと言われているものの、炭素を含んでいるため、水気をつけたまま放置すると、やはり錆びが出てしまう。
包丁使用後はよく水洗いして塩分、酸性成分を取り除き、乾いた布巾などで拭いて、絵を上に向けて立てて保管すること。ガムは樹液から作られていた。ガムを噛み続けると、次第に味と香りがなくなっていき、口の中にゴム状のものが残る。これはガムの元になるガムベースと呼ばれるもので、ガム独特の噛み応えはこのガムベースによるものである。ガムベースは中南米、東南アジアの一帯に野生し、植物分類学上、赤鉄科、旧竹桃科、クワ科、東大草科に属する樹木から採取される樹液を煮詰めて作られた植物性樹脂や、合成樹脂である酢酸ビニル樹脂などから作られている。完成したガムベースは小さな粒状で、ここに砂糖やブドウ糖、キシリトールなどの甘味料や香料を加え、一度大きな板状に引き伸ばされる。そしてその後、粒状や液状など、商品に合わせた形に成形されていくのだ。コンサート会場でおなじみのケミカルライトは、ホタルの光がモデルである。暑い夏の夜、水辺でホタルの光を見かけると、どこかほっとした気持ちになる。そもそも、ホタルはどのような仕組みで光を放っているのか。ホタルの光は点滅を繰り返しているが、これは呼吸に合わせて光っているのだ。ホタルの発光源は、発光物質のルシフェリンがルシフェラーゼという物質から酸素をもらうことで光る。呼吸で受け渡される酸素の量が変化するため点滅をしているのだ。また、ホタルの光はホタルイカなどの他の多くの発光生物と同じで、ほとんど熱を発しないのも特徴の一つである。このような光は、霊光と呼ばれている。このホタルの仕組みを参考にして開発されたのが、コンサート会場でおなじみのケミカルライト。内部には2種類の液体が仕切りで分けられた状態で入っている。そしてライトを折ると中の仕切りだけが割れて液体が混ざり発光するのだ。そしてこのケミカルライトの光はホタルの光と同じく、ほとんど熱を発しない霊光である。電源や電池などが不要で、水にも強いため、コンサート会場だけでなく、アウトドアや非常用の明かりとしても広く使用されている。ボディーソープと
ハンドソープとシャンプーの違い。製品によって特徴は当然異なるが、最近のボディーソープは潤いや保湿の効果が重視される傾向にあり、オイルや保湿成分などが加えられ、洗い上がった後の乾燥を防ぐ工夫がなされている。皮脂の洗浄力は高いが、殺菌成分は含まれていない。一方、ハンドソープは衛生面が重視されており、殺菌成分が含まれている。逆に皮脂の洗浄力は高くない。また、最近のシャンプーはほとんど石鹸成分が使われておらず、合成界面活性剤を主成分としたものが多くなっている。これは石鹸より合成界面活性剤の方が洗い上がりのしっとり感が高まるためだという。12月5日、国際ボランティアデー。1985年12月7日、ボランティアの認識を高め、ボランティア活動の推進を目的に、国際連合が12月5日を国際ボランティアデーとした。ボランティアの言葉は、明治の終わりから大正時代にかけて日本に紹介されたと言われている。広く知られるようになったのは1970年代以降で、善意活動、奉仕活動などと呼ばれていた。良い行いという捉え方が強く、ボランティアといえば福祉分野に偏ったイメージがあった。ボランティアの語源はラテン語のウォロで、自ら進んで何々をするという意味がある。つまり、ウォロは自発性や主体性が重要で、義務や強制は NG である。だからこそ、ボランティア活動に関わる費用は自分自身で負担する性格があるのだ。ボランティア活動に参加したいと思っている日本人は約 50%。 対して実際に参加したことのある人は約 25% である。1995年の阪神・淡路大震災では、全国から大勢のボランティアが被災地に駆けつけたことから、ボランティア元年とも呼ばれている。日本では災害ボランティア活動が広がっており、近年でも活動に参加した人数は増えてきており、東日本大震災では102万人であった。生命誕生の鍵は重力だった。ニュートンが発見した万有引力。人類の科学はその引力と重力を征服して宇宙へ飛び出せるまでに進歩した。以前、アメリカのスペースシャトルディスカバリー号で行われた実験がある。
この実験で、生命の誕生には重力が必要であることが判明した。2種類の鶏の卵を使った。シャトル打ち上げの2日前に受精した卵と、9日前に受精した卵。これらの卵をシャトルに乗せて宇宙に打ち上げ、無重力状態が細胞分裂にどのような影響を与えるのかを調べた。結果、9日前に受精した卵は、すべてヒナが誕生したのに対し、2日前に受精した卵は全滅してしまった。無重力の状態で、新しい生命が育まれることはないということになる。動物のハズバンダリートレーニング。動物が元気に暮らしていくためには、健康状態を把握することが大切。体重を測ったり、体温を測ったり、採血して調べたり、いろいろな検査が必要になる。しかし、動物にとって検査は負担となる。必要以上のストレスや苦痛を与えず、検査や治療を行えると、動物の負担が軽減できる。そこで、動物が検査に必要な動作を自分から進んで取れるようにするための訓練が、ハズバンダリートレーニングである。従来では、全身麻酔をした上検査するなど、動物への負担も大きかった。この訓練を行うことで、検査するとき、飼育員さんや獣医師さんだけでなく、動物も怪我することなく、健康管理が行える。日本の動物園や水族館の動物たちの高齢化が進んでおり、ハズバンダリートレーニングを取り入れた健康管理が大切なのだ。どのようなトレーニングなのかというと、餌などのご褒美をあげることで、動物が自主的に移動することである。採血のために動物が手足を出す、口を開けるなど、動物自ら健康管理に必要な行動を取れるようにするための訓練である。受診動作訓練とも呼ばれる。動物の健康状態を把握するためには、適正な検査を通じて正確な情報を得ることが重要なのだ。満載と空荷のトラック。早く止まれるのはどちらなのか。時速100キロで走る10トン積みのトラックと、同型の空荷のトラックが同時にブレーキを踏んだ場合、停止するまでの距離は、慣性の法則に反するのだが、10トン積みのトラックの方が短いのだ。トラックのブレーキは、荷物を満載にした時に最も効くようになっている。空荷では、ブレーキのパワーがオーバーとなり、タイヤは
ロックの状態になってしまう。その結果、空荷のトラックは跳ね、タイヤも路面をポンポン飛ぶ状態となり、制動距離を伸ばしてしまう。よく、高速道路などで路面にブレーキ跡が焼き付いているが、そうしたものの中には、タイヤの跳ねた跡を示すものが少なくない。低速の場合は、空荷トラックの方が早く止まれるが、高速道路では反対になるということは、覚えておくと何かの役に立つことがあるかもしれない。テレビ CM が株価を動かした事例。大橋巨泉のテレビ CM、葉っぱふみふみ。これは万年筆のコマーシャルである。このテレビ CM は、数十年前、当時人気のあった大橋巨泉というタレントが、万年筆を手にして読んだ名歌、俳句のようなフレーズで、この CM が流れた途端に、全国からどんな意味かと問い合わせが殺到したという。もっともこの CM は、広告業界では、ポップアートと言われる即興的なもので、特に意味のあるものではなく、どう解釈してもよいというものであった。とはいえ、この CM が流れ始めてから、この万年筆は、入学シーズンとも重なって、全国で品切れが続出。当時61円の株価が、CM 開始後、3ヶ月目に123円になった。倍以上に跳ね上がったのだ。数ある広告の中で、これほど販売結果に影響を与えた例は珍しいと言われている。重要なその CM のフレーズというのは、短火のキャプリキトレバ、スギチョビレ、スギカキスラの葉っぱふみふみである。名車マスタングは寄せ集め部品で作られた。エルビス・プレスリーやポール・アンカの往年のヒットナンバーを聞くとき、あの頃の格好の良いスポーツタイプのアメ車が思い出される。名車マスタングの製作の指揮を取ったのが、日本叩きで有名になったクライスラーの元会長、アイア・コッカである。アイア・コッカは当時、フォードの営業担当重役であったが、フォード社の車作りに飽き足らず、密かにスポーツタイプの車の開発に着手した。ところが、それを会長のフォード2世に知られてしまった。ワンマンで知られるフォード2世は、烈火のごとく怒り、この車の開発を中止させようとした。そこで困り果てたアイア・コッカは、急遽計画を変更。マスタングのほとんどの部品を新規に開発せず、フ
フォードの工場に転がっていた他の車の部品で間に合わせて完成させてしまった。それとは知らぬフォード2世は、出来上がってしまったなら仕方がないとしぶしぶ承諾するが、これが記録的な大ヒットとなり、アイア国家がフォードを去ることになった原因ともなった。クラシック音楽の世界三大コンクール。クラシック音楽の世界三大コンクールは、チャイコフスキー国際コンクール、ショパン国際ピアノコンクール、エリザベート王妃国際音楽コンクールと言われている。チャイコフスキー国際コンクールは、1958年より4年に一度、ロシアのモスクワ音楽院で6月に開催されている。ロシアの作曲家、ピョートル・チャイコフスキーにちなんで名付けられている。ショパン国際ピアノコンクールは、1927年より5年に一度、ポーランドのワルシャワで、ショパンの命日である10月17日前後に開催されている。ポーランド生まれの作曲家兼ピアニストのフレデリック・ショパンにちなんでいる。エリザベート王妃国際音楽コンクールは、1957年より毎年、ベルギーのブリュッセルで5月に開催されている。バイオリン、ピアノ、声楽、チェロの4部門から1部門のみが開催されている。それぞれ参加資格は16歳以上、30歳以下。エリザベートのみ30歳未満とされている。寺に献上された美女に領収書を発行していた。明治18年5月のこと、熊本にある本願寺派の教務所に、信徒団体法恩所から供養のためにと、美女が一人献上された。長崎生まれの藤江さんという芸者さんである。法恩社員が数百円で献上した。当時は蕎麦が1銭、理髪料金が4銭、梅干し入りおにぎり2個にたくあんのついた駅弁が5銭という時代で、その献上の豪勢さがわかるというものである。献上当日は、美女をきれいに乗り物に乗せて、大勢が行列し、うやうやしく送ったそうで、その時に添えた書面は、ご供養のため、献上奉り候なり、そこで、受け取った本願寺教務所が出した領収書が、法恩社供養としてまさに領収というもの。献上した人々は、その領収書を受け取ると、あらありがたやとやと喜んで、随気の涙を流したという。そして、
口々に南無阿弥陀仏を唱えながら三杯九杯して帰っていったそうだ。スキムミルクとコーヒーに入れるクリープやブライトなどのコーヒーフレッシュとの違い。まずスキムミルクは日本語で言えば脱脂粉乳、文字通り牛乳から脂肪分を除去し、これを粉末化したものである。コーヒーフレッシュはクリープかそれ以外の2種類に分けられる。クリープはミルクから作られる。それ以外のものはサラダ油に水を混ぜ、添加物で白く濁らせ、ミルク風に仕立てたものである。これは裏面の成分表を見れば一目でわかる。つまり、クリープ以外のものは、油で作った人造粉末生クリームである。これは、ちょうどバターとマーガリンの関係に似ている。いずれも粉末に加工しているため、独特の癖があると感じる人もいるのだ。植物性であっても、健康上さほど害はないかと思われるが、これを入れたコーヒーは、時間が経つと泡が消え、油が浮いて、見てくれが悪くなるため、早く飲む方が良いだろう。黒猫ヤマトの不在通知にギザギザがついている理由。このギザギザは黒猫ヤマトで働いていた羽賀さんという方が企画したアイデアである。視覚障害を持つ彼女が同じ目の不自由な友人からポストに入っていた不在表に気づかず、荷物を受け取れなかったという話を聞いたことがきっかけで生まれた。このギザギザは、黒猫ヤマトのキャラクターである猫の耳を模したものである。今やおなじみの黒猫ヤマトの宅急便。このサービスの生みの親は、小倉正夫氏。小倉氏は退職後、知的障害者の仕事を作るために、スワンベーカリーというパン屋さんを立ち上げた人物でもある。そんな小倉さんの視覚障害者に配慮する心遣いが、この不在連絡表のギザギザにも生きているのだ。自動販売機は2000年前からあった。紀元前215年のエジプト、聖地としても栄えたエジプトの巡礼に訪れた人々は、神殿の入り口に備え付けられた見慣れない形の機械に目を見張った。そして、さらに驚いたことには、その機械の指示されるままコインを投入すると、一定量の聖水が注ぎ出たのだ。これが世界で最初の自動販売機だと言われている。
神殿の聖水は汚れを清め万病を治すと信じられていたため、遠路はるばるこの水を求めてやってくる人たちが後を絶たなかった。ところで、この自動販売機を発明したのは誰なのか。それは、ヘロンの公式で有名な数学者、ヘロンだと伝えられている。ヘロンの機体装置に記された聖水用の自動販売機がある。この自動販売機は、テコの原理を応用したもので、投入された効果の重みで内部の受け皿が傾き、その傾きが元に戻るまで弁が開いて水が出てくるという仕組みであった。ヘロンは理論上の数学より応用力学などに関心を持っていた人で、他にもサイフォンや温度測定機器、万歩計、水オルガン、気力球などを発明、考案した。では、エジプトのこの自動販売機はその後どうなったのか。実は、このヘロンの大発明である自動販売機がその後どうなったのかは明らかではない。聖なる水で商売するとはけしからんと、大衆の顰蹙を買い、早々に撤収してしまったのかもしれない。なお、その後、長い時を経て、日本に自動販売機が入ってきたのは、1962年のことであった。床に落ちた食べ物は、本当に食べても大丈夫なのか。床に落ちてしまった食べ物を5秒ルールを根拠として食べたことは誰にでもあるだろう。しかし、食品安全の専門家によれば、たとえほんの数秒間であっても、床に落ちたものは食べない方が良い。5秒ルールなどというものは存在しないと、オーストラリアの食品安全情報評議会のレイチェル・ウィリアム氏は言う。それは俗説で、私たちは絶対に進めません。ただ、落とすものによって違いはある。生姜入りクッキーをカーペットに落としたり、台所でクラッカーを落としたりしたなら、おすすめはしないが、床に落ちたソーセージを食べるよりは安全だろう。すべては、細菌の性質に帰着すると、ウィリアム氏は説明する。細菌は、増殖するのに水分が必要であり、水分を含んだ食べ物は潜在的に危険だと考えられる。細菌にとって増殖が非常に容易だからである。しかし、乾いた食品ではなかなか増殖することができない。また、落とす表面にもよる。つるつるした床か、カーペットか。2007年、イリノイ大学の研究では、
落として5秒で細菌が食品にくっつくことを証明したが、床の種類と清潔さによって大きな違いがあった。細菌はツルツルした床よりカーペットや敷物の方が食べ物に付着しにくいことを発見した。彼らによれば、サルモネラ菌を含むカーペットやマットに落ちた食品に付着した細菌は 1% 弱であった。一方、木製やタイルのようなツルツルした床に落ちた食品には 48% から70% が付着した。そのため、台所の床に落とした食品は二度と食べてはいけない。結論として、床に落としてしまった食べ物は食べずに捨てることである。七夕伝説。古代中国の七夕伝説は、七夕のルーツの一つ。一般的な伝説のストーリーは、次のような内容となる。天空の神様、天帝が星空を支配していたところ、職女という娘がいた。職女は、天の川の西のほとりで、熱心に神様たちの着物の布を織る、機織りをしていた。天帝は、遊びもせず、恋人もいない、職女を、不憫に思い、職女に見合う婿を探すことに。すると、天の川の東のほとりで、牛の世話をする若き者の青年、賢牛に出会う。賢牛を淑女に引き合わせ、やがて二人は結婚した。お互い働き者であった淑女と賢牛は、結婚してから毎日遊んで暮らすようになる。淑女は、機織りをしなくなったため、いつになっても新しい布が届かない。賢牛は牛の世話をしなくなり、牛は痩せ細り、病気になってしまう。それを見かねた天帝は、天の川を隔てて、東と西に引き離してしまう。二人が悲しみに暮れていたため、天帝はかわいそうに思う。そこで、二人が毎日真面目に働くなら、一年に一度、7月7日の夜になると、天帝の命を受けた、カササギの翼に乗って、天の川を渡って会うことを許すと、二人は真面目に働くようになったのだ。この物語が日本に伝来し、職女が織姫、賢牛は彦星になった。夏の夜空に輝く、夏の大三角形を見上げると、琴座のベガが織姫、わし座のアルタイルが彦星、白鳥座のデネブが二人を取り持つカササギ、これらが見える。織姫と彦星の間にある天の川には、小さく光り輝く無数の星が見える。旧暦の7月7日に、一番輝きを見せることから、七夕伝説のストーリーが作られたと言われる。
織姫と彦星の間は 14.4 光年離れているが、光のスピードで移動しても14年半かかってしまう距離である。スポーツ応援で、サッカーはサポーター、バスケはブースターという。一般的にスポーツを応援する人を何々ファンという。特定のチームを熱狂的に応援するとき、サッカーはサポーターと言い、バスケットボールはブースターと呼ぶ。ブースターには後押しする人という意味がある。米国 NBA では古くからファンのことをブースターと呼んでいる。これはアメリカンフットボールでも使われている言葉である。バスケットボールは1891年に米国で考案されたスポーツで、5人対5人の2チームがボールをバスケットに入れて得点を競う。日本では老朽と訳されている。日本語にラ行で始まる言葉はなかった。手元に国語辞典があれば、それぞれの行の言葉がどれくらいあるかを調べるとよい。や行はやゆよ、和行は和音だけで、他と比べて少ないのはわかるが、ラリルレロのラ行も少ないとわかる。日本語本来の語彙は和語、大和言葉などと呼ばれるが、実はもともと日本の言葉にラ行で始まる単語は存在しなかった。国語辞典に載っているラ行の言葉の多くは、中国から取り入れた漢語、またはヨーロッパからの外来語である。例えばリンゴ、らっきょう、ろうそくなどはもともと漢語である。中国語にはら行で始まる単語がたくさんある。日本には元来ら行で始まる言葉はなかったが、奈良時代以降に中国の言葉を学んでいった結果、ら行が五島に来ても発音できるようになったのだという。ちなみにら行から始まる元号も少ない。2019年5月1日から平成に変わり令和が始まったが、ら行から始まる元号は略を追う以来およそ680年ぶりである。上語下語の違い。昔から酒飲みのことを上語、酒が飲めない人のことを下語と言うが、この語源は平安時代の税金制度から来ている。大宝律令で一戸の家に6、7人の成人男性がいる家は上戸、それ以下は下戸と定められていた。これはいわば貧富のランク付けでもあった。当時はこれによって婚礼の際のお酒の量も制限された。上戸は8瓶まで振る舞い酒が許されたのに対し、下戸はせいぜい2瓶程度までとされていた。また、
上語下語に関しては次のような説もある。秦の始皇帝が万里の長城を守る兵士たちにねぎらいの言葉を与えた。その際、寒い山にある頂上の門には寒さしのぎの酒を、平地の門下戸を守る兵士には甘いものを渡したという。ここから上戸下戸が使われるようになったというものである。温泉のかけ流しはガス中毒を防ぐ役割がある。温泉特有の匂いの原因である硫化水素、かけ流しではなく湯船の中からお湯を入れる方法だと空気よりも重い硫化水素がお湯の中に溶け込んだままとなり、人が入るとガスが一気に放出されガス中毒となる。かけ流しはお湯を上から注ぐことでガスを空気中に排出しているのだ。環境省の温泉の利用基準に浴槽の湯面より上からかけ流すよう定められている。ピアノはミスチューニングがある方が良い音が出る。ピアノは内部にある弦をハンマーで叩いて音を出す構造になっている。鍵盤の一つ一つには対応する弦が張ってあり、演奏者が何か鍵盤を弾くと、それに対応する弦が叩かれて音が出る。しかし、ほとんどの弦は一本ではなく、二、三本の弦で構成されている。つまり、一つの鍵盤が叩かれて出る音は、一見、一つの音に聞こえるが、実は、複数本の弦が同時に振動して出る音なわけだ。これは、音量を大きくするための工夫で、1907年にイタリアのハープシコードという楽器の製作者クリストフォリによってピアノが初めて製作された時からこのような構造になっている。このような複数弦の周波数をすべてピタリと合わせるのは世界的に最高水準の腕を持つ調律師でも難しく、ごくわずかであるがミスチューニングが出てしまう。しかし面白いことに、人間が調律した弦と機械でぴったりと周波数を合わせたピアノの音を聞き比べる調査を行うと、なんとミスチューニングのある人間の調律したピアノの方が好まれるという結果が出た。ピアノの音は打った瞬間に出る大きな音と、その後弦が振動する弱い余韻からできている。この余韻が響くときにミスチューニングがあると、響いている複数の音が完全に溶け合わず、その結果音にうねりが発生する。そしておそらくこのうねりが聞く人にとって好まれる音の原因になっているのではないかと考えられている。音のうねり具合は時
当然ミスチューニングの度合いによって変わるだけであるが、同周波数をずらせばどのような音になるのかということに関してはまだよくわかっていないようだ。いずれにしても音量を大きくしようとピアノを複数弦にしたことが音質の面でも良い結果をもたらしているようだ。建築材料の漆喰。建築材料の漆喰が日本に渡来したのは飛鳥時代と言われ、神社仏閣の建築に使用されてきた。防火性の高さや明光性が評価され、お城や武家屋敷の壁材にも使われるようになる。現代では優れた調湿機能や消臭性、抗菌性などが着目され、室内壁として広く使用されている。漆喰の主な原料は石灰石を焼いて水を加えた水酸化カルシウム、小石灰である。この小石灰につなぎ材料の糊やすさを加え、水で練ったものが漆喰である。漆喰にはたくさんの穴、微細孔が開いており、湿気を吸着放出し湿度を調整する機能があり、呼吸する壁と言われ、カビやダニなどの発生を抑える効果が期待できる。原料の小石灰は強いアルカリ性で、この性質から匂いの元となるカビや細菌の繁殖を抑え、生活臭対策にも期待できる。建築基準法で不燃材料に認められている漆喰、工費は割高にはなるが、部屋の環境改善の一つに良いだろう。和食器は5組1セット、洋食器は6組1セットである。結婚式の引き出物でもらった和食器のセットは5組で1セット。以前別の式でもらった洋食器は確か6組だったような気が。なぜ微妙に数が違うのか。日本では奇数が縁起が良いとされている。陰陽道で奇数は陽、偶数は陰で、桃の節句3月3日、端午の節句5月5日、朝陽9月9日と節句はすべて奇数の重なりで、ご祝儀や香典を包むときも奇数にするのがマナーである。例外は末広がりで縁起の良い8。食器のセットが5組なのは現代の家族構成を考えた適切な数だからである。一方西洋では物を数えるのに十二進法を使ってきた。12で1ダース、それが12集まると、12×12で144、1グロスとなる。西洋の社交は、夫婦単位で行われるため、奇数では半端が出てしまう。
正式な食器のセットは現代でも12組であるが、それでは一般家庭では多すぎる。そのため6組で1セットとしたのである。蜂の巣棒はなぜ六角形なのか。蜂の巣をよく見るときっちりと六角形の部屋、巣棒が並んでいる。正確に言えば蜂の巣棒はすべて六角形というわけではない。六角形の巣棒を作るのはミツバチ、アシナガバチ、スズメバチなどたくさんの仲間と社会生活を営む蜂のみである。これらの蜂があたかも物差しで測ったように同じ大きさの六角形を並べることができるのは、頭にある2本の触覚を実際に物差しとして使っているからだと言われている。巣作りの材料として使われている蜜蝋が六角形になりやすい性質を持っているのもその一因である。また実はこの六角形という形にも大切な意味がある。例えば円や八角形では並べると隙間ができて無駄な部分ができ、かといって三角形や四角形では隙間なしに詰め込むことはできても、六角形と同じ面積を占めようとすれば辺の長さの合計が六角形よりも長くなってしまう。六角形というのは最小の材料で最大の空間を作り出すことができる合理的な形というわけだ。蜂は本能的にそのことを知っているのだ。人類を救う世界種子貯蔵庫。ノルウェーのスバールバル諸島、年間平均気温がマイナス4度を下回る極寒の地に、現代のノアの箱舟と呼ばれる施設がある。世界種子貯蔵庫という、人類存続の命綱として、2008年2月26日ビル・ゲイツ、ノルウェー政府が主体となって作られた。海抜130メートルにある永久凍土をくり抜いた巨大な冷蔵施設に、戦争や破滅的な気候変動が起きた場合に備え、世界各地から集められた小麦や米、大豆などの種が100万種類保管されている。冷暖房の電気代を節約するコツ。家庭で使う電気代の中で冷暖房の占める割合がどんどん増えている。逆にヒーターやクーラーを上手に使えば電気代はみるみる減っていく。まず冷暖房の熱効率を上げる方法だが、クーラーやヒーターの風向きを変えることである。これは暖かい空気は上へ行き、冷たい空気は下へ行くからで、風向はヒーターの場合下向きに、クーラーの場合上向きにする。
こうすると空気は対流をはじめ、部屋全体が効率よく暖かく、もしくは冷たくなる。風向きが変えられないタイプの空調の場合には、サーキュレーターや小さな扇風機を部屋に置いて一緒に稼働させ、同様の空気の流れを作ること。その場合、その風が部屋の中にいる人に直接当たらないようにすること。また、特に部屋を温める場合には、できるだけ熱を室外に逃がさないようにすること。障子のある部屋は暖かいというが、これは障子が部屋の中の熱を逃がさないためである。ドアや窓の隙間を専用のテープなどで塞ぐほか、今ならカーテンをつけるとき、窓の下まで垂れるような長いものをあつらえると良いだろう。石油ストーブに換算すると、これだけの工夫で一冬に3缶半くらいの節約になるという。アサガオは薬用植物であった。7月から8月の朝に咲いて昼にしぼむ。朝顔。今は小学校の生活科の授業で栽培することが多い。朝顔の種には下剤効果があるとして、奈良時代から平安時代に中国から薬草として伝来した植物である。当初は甘味のケニゴシ、ケンゴシと呼ばれていた。中国の古医書では、朝顔の種は高価な薬であったため、牛を引いていき、交換の謝礼にしたことが、名前の由来とされている。当初、薬用植物として扱われていたが、江戸時代になると、観賞用としても人気が高まっていく。朝顔は最初は青色だけの小型の丸い花であった。江戸時代、朝顔ブームが起こり、毎年大掛かりな品評会が開かれるほど栽培も盛んに行われ、品種改良が進んだ結果、大輪で花の色も多彩になった。夏の朝を彩る朝顔、多くの日本人にとって親しみのある植物である。茶柱が立つと縁起が良いというのは本当なのか。お茶を入れて茶柱が立つと、良いことが起こるような。しかし、お茶の茎の切れっぱしが茶碗の中で立ったからといって、なぜ縁起が良いのか。これは、お茶商人の仕組んだステルスマーケティングだったという説がある。ステルスマーケティングというのは、宣伝であることを隠した宣伝行為、ステマとも言われる。新芽の先だけを摘む一番茶には、茎の部分はほとんど含まれていない。次の二番茶になると、成長した葉を摘むため、茎が混じるようになる。商品としてはランクが下でも、茶柱が出やすいのである。
また、ぬるいお湯でゆっくり入れる高級茶の玉露や煎茶は茶柱が立たない。そもそも茎が混じってはいけないものであるし、たとえ茎が混じっていたとしても、急須の中でじっくり蒸らしているうちに、お湯に浸って沈んでしまう。しかし、庶民的な番茶には、もともと茎の部分が含まれている上、熱湯でさっと入れるため、茶柱が立ちやすいのだ。このようにお茶商人は、茶柱が立つのは縁起が良いという噂を流して、売れ残りがちな種類のお茶を売ろうとしていたのである。時計の展示品はなぜ10時10分なのか。時計のカタログを開いてみると、時計の針がなぜかすべて10時10分を指していることに気づく。この10時10分という時刻は、かなり前にスイスの時計メーカーが採用し始めた最もフォトジェニックな時刻なのである。この時刻に針を合わせれば、文字盤上のブランド名を隠さず、しかもデザイン的にもバランスが取れ、最も美しく見えるのだ。そして興味深いのは、スイスのメーカーはだいたい10時10分で良いのだが、日本のメーカーの場合、セイコーは10時8分42秒、シチズンは10時9分35秒と、実に正確に決められているという点である。日本だけ、妙に細かいことにこだわっているのだ。ハッピーバースデートゥーユーのあの曲は、実は替え歌である。原曲は、グッドモーニングトゥーオール。歌詞は、グッドモーニングトゥーユー、グッドモーニングトゥーユー、グッドモーニングディアチルドレン、グッドモーニングトゥーオールである。1893年にアメリカの教師が作った曲であるが、替え歌の方が世界中に広まっていったのだ。ろうそく一本で部屋を明るくする方法。地震や台風などで突然停電になり、数時間をろうそく一本で過ごさなければならない。そんな時のテクニックである。明るい場所での生活に慣れている私たちにとって、ろうそくの光はとても弱く、非常に困ってしまう。しかし、暗い暗いと嘆いてばかりでもいられない。こうした時は、電気スタンドに手鏡をくくりつけ、それをろうそくの火の後ろに置いて、光を反射させてやるとよい。かすかなろうそくの光が媒化され、かなり部屋が明るくなる。手鏡がない場合は、アルミホイルを一度くしゃくしゃにして広げ、邪魔にならないところに広げる。また、ろうそくの設置に不安があるときは、金属製のボール、または
トレーに水を引き、そこにろうそくを置く。もしもあれば、剣山にろうを溶かして固着させる。こうすれば、たとえ再度地震が来ても安心である。やってはいけないのは、高い位置にろうそくを設置し、傘のような大きな反射板を設けること。明かりは放射状に進むため、このようにすれば部屋はより明るくなる。しかし、余震の危機を考えたらあまりおすすめはできない。一般に、ろうそくや火は危険だとされるが、ろうそくの火を消すのは簡単である。万一、他のものに引火しても、燃え広がる前であれば、ろうそくを叩けば消せる。可燃物の近くに置かなければ大丈夫である。ただし、ガスの引火には留意する必要がある。階にある下のような物体は何なのか。アサリやハマグリなど二枚貝には2本の管と舌のようなものがついている。これは何なのか。まず、管の役目は水を吸う口と吐き出す口である。一方の口から海水を吸い込み、水中の酸素やプランクトンを体内に取り入れ、もう一方の管から不要な水を排出するのだ。これは他の多くの貝類や海中の軟体動物と同じ方式である。これは実は貝にとって舌ではなく足である。普段は貝殻の端、足のある方の端を泥や砂の中に埋めるようにしてしっかりと立っている。そしていざ移動するときは、貝殻の隙間からこの足を出し、海底をぐいっと押しながら前進するのだ。潮干狩りの際に、干潟から掘り出されたアサリが砂を叩きつけるようにして勢いよく動き回ることもある。宙にこそ浮かばないものの勢いよく跳ね回るといった感じである。こうした光景を見ると有り余る元気に驚かされたりもするが、あれは不意打ちを食らって砂の上に出されたアサリの精一杯の逃げ足なのである。無線機能 Bluetooth が青い歯と名付けられた理由。Bluetooth というのは無線で音楽データなどを通信する機能である。日本語に訳すと青い歯。この由来は、北欧のデンマークとノルウェーを無血統一した王様の名前である。10世紀の北欧の王様、ハーラル王の異名が青葉王。ハーラル王には神経が死んで青くなった歯があり、その見た目から青葉王と呼ばれた。Bluetoothは北欧の会社が開発した無線機能のため、ハーラル王のようにいくつもある無線技術を統一したいと
ブルートゥースと名付けたのだ。マスクメロンの網の目はどのようにしてできたのか。実はマスクメロンは木に実がついたばかりの時はつるんとしており、網の目はついていない。それがだんだんと成長していく間に網の目が出てくる。この網の目は表皮のひび割れである。マスクメロンの場合、中身の方が皮よりも成長が早いため、皮に中からの強い圧力がかかり、皮が弾けてたくさんのひび割れができるのだ。そしてこのひび割れにコルク層が発達し、あの美しい網の目模様を作るのだ。ちなみに、マスクメロンのマスクとは、麝香のことで、このメロンの強い香りを麝香に例えたものである。フードマイレージとは何なのか、ポコとは何なのか、食品がかける環境への負荷を、農作物などが収穫された場所から食卓までの距離で表したものがフードマイレージ。牧場などからは船や飛行機で運ぶ。その距離が長いほど燃料費や二酸化炭素排出量が高くなり、環境に良くないのだ。日本は豊かな食生活を送っているが、実は食べ物の 60% を輸入に頼っている。天ぷらやうどんなどに使う小麦や豆腐の大豆など、日本料理に欠かせない原料はほとんどが輸入品である。つまり、日本はフードマイレージがとても高い国なのだ。韓国の 3.4 倍、先進国の中でもトップクラスに入っている。フードマイレージは二酸化炭素 100g を1ポコという単位で示す。同じ食パン1斤の原材料でも、輸入した小麦と国産の小麦では、国産の方が約 1.1 ポコの二酸化炭素を削減することができるのだ。見た目が華やかで食べられる花、エディブルフラワー。これは食用に生産した花のことである。西洋では料理やスイーツの彩り、香り付け食材として使用される。ビタミンなども豊富で、野菜や果物と同じ感覚で食べられている。エディブルフラワーのエディブルは、食べられる、食用という意味で、フラワーが花、文字通り食用花である。園芸用や観賞用の花には、農薬や鮮度維持の薬剤が使われているため、食べることはできない。エディブルフラワーは、農林水産省のガイドラインに基づいて栽培されているため、安全で
安心して食べることができる。植物は子孫を残すために花に栄養を注ぎ込む。野菜のブロッコリーやカリフラワーは花の部分を食べるのも栄養が豊富だからである。花に毒性があり、食べると危険な花もある。桔梗、水仙、彼岸花、クリスマスローズ、シャクナゲ、クレチマス、アジサイなどの花には注意が必要である。日本では古くから、菊や菜の花、フキノトウなど、花を食べる文化があった。食用菊が、おひたしや酢の物として食べられたり、刺身のつまなどに用いられたりする。桜の塩漬けは、桜湯や和菓子などに利用されている。農薬を使わずに育てると、バラやカーネーションなど多くの花を食べることができる。栄養価も高く、ビタミン類も豊富で、食物繊維など野菜並みの栄養が期待される。エディブルフラワーは、和洋中のどんな料理にも合い、見た目が華やかで、サラダやケーキに盛り付けると見栄えが良くなり、食卓を彩ってくれるのだ。奥さん、家内、女房、これらの違いは何なのか。奥さんは、武家など広い屋敷で、入り口から少し奥まったところを奥と称し、人前に出ることのない武家階級などの配偶者を奥方、奥様と呼んだことに対する由来で、本来は相手、他人の妻のことである。家内は本来、家の中を表す言葉で、家にいることが多い配偶者を表す言葉に転じた。女房の房には、部屋という意味があり、もともとは平安時代に宮中や貴族に仕える役職名であった。そうした身分が高くて教養を身につけている女性を女房と呼ぶようになったのだという。リンゲルマン効果。リンゲルマン効果とは、綱引きの際、参加する人数が増えるにつれ、一人一人の出す力が減っていく現象を言う。リンゲルマン効果は、リンゲルマンの法則、リンゲルマン現象とも言う。約100年前、ドイツの心理学者リンゲルマンは、人数を変えて綱引きの実験を行った。一人で綱引きをするときと、二人でするとき、三人でするときというように、人数が増えるごとに、個人がどのように力を発揮していくのかを調べる実験であった。そこで相乗効果が出れば、綱引きに参加する人数が増えるたびに、より大きな力が発揮されることになるはず。しかしこの実験の結果は
全く予想外のもので、二人で構成されたグループは期待値の 93%、 三人で構成されたグループは 85%、 八人で構成されたグループは 49% しか力が発揮されなかった。つまり綱引きに参加する人数が増えれば増えるほど、一人一人の力が発揮されなくなるという、相乗効果どころか、全く正反対の現象が発生したのだ。これは、集団で作業を行う場合、メンバーの人数が増えれば増えるほど、一人当たりの貢献度が低下することを意味し、この現象がリンゲルマン効果と名付けられた。宇宙に関する基礎知識。宇宙が今後どうなるのかは、宇宙空間に暗黒物質がどれだけ存在するのかによる。もしその質量がかなりのものであれば、その引力はやがて宇宙の膨張を止め、宇宙は再び収縮に転じることになる。木星の表面には宇宙船が着陸するための場所がない。なぜならそのほとんどはヘリウムガスと水素でできているから。木星の持つ強大な引力は水素を圧縮し、水素は液体の状態となっている。私たちの太陽は2億年をかけて銀河系を一周する。高速で言えば10万光年の旅である。硬いお肉を柔らかくする方法。ステーキであれば調理する前に少量のお酢を混ぜたオリーブオイルかサラダオイルをすり込み、2、3時間そのままにする。ソテーなどの場合は、意外にビールが役立つ。ビールに肉を浸して1時間置き、それから調理すると良い。しかし、お腹が空いて待てないという人は、肉を焼きながらビールを振りかけても効果がある。カレーやシチューなどで肉を煮込む時も、ビールを使うとスープにコクが出て、しかも肉が柔らかくなる。また、肉を叩いてから調理するのも、肉を柔らかくするコツと言える。しかし、叩きすぎると、肉の繊維が破壊されて、弾力と風味が失せてしまう。まさに、過ぎたるは及ばざるが如しで、叩く加減が問題である。叩く強さとしては、握り拳で叩く程度が良いだろう。遺伝子組み換え食品というのは何なのか。微生物の遺伝子を組み込み、除草剤をかけても枯れなかったり、
その作物を食べた害虫を殺す成分を持つように改造された作物が、遺伝子組み換え作物で、それを原料にした食品が、遺伝子組み換え食品である。日本では、菜種油などの油や大豆、トウモロコシの加工食品が輸入されている。安全性について、遺伝子組み換え作物の技術はまだ始まったばかりで、はっきりとしたことは分かっていないのだ。不安を感じる人は多く、そういった声によって、2001年から、遺伝子組み換え食品の表示が義務化された。表示対象になった大豆やトウモロコシなどを原料にした食品は、表示をしなくてはならない。ただ、タンパク質が分解される醤油やレトルトのジャガイモなど、製品に加工された後で、遺伝子組み換え作物を使用したかどうかの判断が難しいものは、表示義務がないのだ。猫が見せる、またたび反応。あれは、キウイでも、同じ反応が見られる。江戸時代の浮世絵などに書かれていた猫のまたたび反応。猫はまたたびを見つけると、顔や頭をこすりつけたり、地面をゴロゴロ転がる様子は、古くからのおなじみの現象である。大好物の例えに、猫にまたたびということわざがある。またたびには、猫を陶酔させる、またたびラクトンと呼ばれる成分が含まれる。鼻の奥にあるフェロモンを感じる器官で反応し、老いた猫や子猫も興奮して、ハイな状態になるのだ。またたびは、つる性の植物で、他の樹木などに絡みついて成長する。山地の川沿いの斜面など、水分が多い環境を好んで生育する。またたびの由来は諸説あり、競争作用があるため、旅人が利用して、また旅に出られるという説。アイヌの言葉の、冬という意味のまた、亀の子うという意味のタムブ、またタムブから来ているという説などがある。キウイは、またたびか、またたび属の植物で、またたびの仲間なのだ。和名は、鬼またたびと言われる。キウイの木にも、またたびラクトン成分が含まれているのだ。だから、猫が、キウイの木の葉や枝、根などを好むのだ。市販のキウイでも、猫のまたたび反応を見せることがあるようだ。キウイには、猫にとって有害な成分は含まれていないが、与えすぎは良くない。この行為を解明したのは、2021年1月20日付の米科学誌サイエンスアドバンシズである。猫がまたたびにじゃれつく行為を、岩手大学
名古屋大学など日英の研究グループが解明したと発表した。この行為には、蚊を避けるためという明快かつ意外な結論を導き出した。マタタビの成分には、蚊の機材として人間に役立つ可能性まで見えてきたのだ。マタタビには、蚊が嫌うネペタラクトールという物質が含まれ、猫がマタタビにじゃれつく行為は、蚊から身を守るための行動のようだ。貴様、お前は、丁寧な言葉であった。貴様は、貴族の貴に、様。お前は、御意の御に、前と書く。一見、敬語のようにも思えるが、なぜ、相手を罵るときに使うのか。貴様は、室町時代までは、相手に尊敬の意を伝える言葉であったが、江戸時代には、対等を意味する言葉、罵りに使う言葉へと変化した。お前はもともと、大前と言い、敬意を表す言葉であったが、お前へと言葉が変化するうちに、敬意の意味合いが薄れていったのだ。中低域、中高域とはどのくらいの周波数のことなのか。音楽の評論などでよく中低域の出方が、中高域が、などと言われているが、一体どのあたりの帯域なのか。まず、人間の耳に聞こえる蝌蚪帯域を、超低音から超高音まで細かく分けることができる。中でも中低域は周波数で言うと 100Hz から 300Hz、 中高域は 2kHz から 8kHz の帯域で、音楽においてはそれぞれ音のふくよかさと楽器の質感に関係する中域に次いで非常に重要な帯域である。これらの帯域がどのように出ているかによって、ボーカルや各楽器の聞こえ方が変わってくる。特に中高域には、音の立ち上がりや楽器の倍音成分があり、例えば、歌唱テクニックや楽器の種類、奏法による細かい違いを聞き分けるためには欠かせない非常に重要な帯域であると言える。ちなみに、超低域は 63Hz 以下、超高域は 12kHz 以上である。補足を卑怯という意味で使うのは誤りである。補足の子はしばらく、即は休むを意味する。つまり補足とはしばらく休むという意味で、補足な手段とは基本的な解決を図らずに取るその場しのぎの方法を指している。これをずるい、卑怯の意味で使うのは、本来の意味からすると
誤りである。日本の国立公園は34箇所あるが、34番目は何なのか。34番目は鹿児島の最南端に位置する奄美群島国立公園である。奄美群島の島々には豊かで多様な自然環境と固有で希少な動植物からなる生態系、そして人と自然の関わりから生まれた文化景観が残されている。島ごとに個性的で魅力のある自然と人々の営みの歴史や暮らしを感じる体験を楽しむことができる。ちなみに世界最初の国立公園はアメリカのイエローストーンで1872年に指定された。日本では1931年に国立公園法が制定された後、日本最初の国立公園に瀬戸内海、雲仙、霧島の3カ所が昭和9年3月16日に指定された。その後国立公園法が改定され、1957年に自然公園法が制定された。現在の国立公園、国定公園、都道府県立自然公園といった自然公園体系が確立されたのだ。おいしい回転寿司の見分け方。回転寿司のシャリは大きく分けて3種類に分けられる。すべてロボットが握る店。ロボットが握ったシャリ玉を職人さんがネタを乗せ握り直す店。すべて職人さんが握る店。シャリだけに注目すると握り方の良し悪しがわかる。良い握り方で握られたシャリはふんわりとして米粒の間に空気が入っており、手でつまんでも崩れない。そこには職人の技が存在する。すべて機械任せにしてシャリを握ると、職人の握ったものに比べ美味しく仕上がらないことが多い。またメニューにあら汁があるかどうかもチェックするとよい。魚のあらは魚をさばかないと手に入らない部位のため、魚のあら汁があるということはそのお店できちんと魚をさばいている証拠である。他の方法としては、おすすめメニューを確認するということ。おすすめメニューや季節限定メニュー、新鮮な魚を仕入れるために力を入れている回転寿司屋は、通常の回転寿司屋には見かけないメニューが並んでいる。中でもホッケを取り扱っているお店は仕入れに力を入れていると言っても良いだろう。かつて血液型には A 型、B 型、そして C 型があった。最も一般的な血液型の分類 ABO 方式というのは ABO ではなく ABC だったのだ。ABO 方式というのは、赤血球が持つ抗原の有無により4つの型に分類する方式である。発見したのはオーストリア・ハンガリー出身のユダヤ人病理学者、
カール・ラントシュタイナーである。A 型は A 型抗原を持つ者。B 型は B 型抗原を持つ者。AB 型は A 型と B 型両方の抗原を持つ者。そして C は A 型 B 型どちらも持たないものである。どちらの抗原も持っていないことから、なしがゼロに変化し、やがて O と呼ばれるようになった。他にも、ドイツ語のないという単語の頭文字で O となったという説もある。抗原というのは、細菌、ウイルス、毒などの免疫反応を引き起こす物質である。アレルギーを起こすもと、アレルゲンとも呼ばれ、抗体と結合して体内から除去される。ラントシュタイナーが発見したのは、AB 型以外の3つの型。発表時点では、A 型、B 型、C 型があった。1930年にノーベル生理学医学賞を受賞している。ラントシュタイナー自身は A 型である。科学的に開発された赤ちゃんが泣き止む絵本がある。東京大学の工学講師が30年費やし、どうすれば赤ちゃんは泣き止むのかを研究し、開発した絵本、タイトルは、モイモイである。まず、ポイント一つ目は、白い枠のある円のイラスト。まだ喋られない赤ちゃんが、コミュニケーションを取ろうとしてみるのが、お母さんをはじめ、身近にいる人の目である。赤ちゃんは白目があることで、それが人間の目だと認識している。そのため、白い枠のある円のイラストが効果があるのだ。ポイント二つ目は、モイモイ。赤ちゃんは、周りの大人が喋っている言葉を真似しながら言葉を覚えていく。例えば、ママのように繰り返し音のある言葉は赤ちゃんに注目されやすいのだ。そのため、モイモイが良いのだ。韓国にはバレンタインデー、ホワイトデーの次にブラックデーがある。ブラックデーは一言で言えば、バレンタインデーに縁のなかった人たちを癒す記念日である。バレンタインデーやホワイトデーで贈り物を受け取れなかった人や恋人ができなかった人が、黒い服を着て集まり、チャジャンミョンという黒いあんが特徴のジャージャー麺を食べる。ホワイトデーというのは日本で始まった習慣であるが、現在では韓国や台湾でもその影響を受け行われている。そして韓国においてこの習慣にさらに付け加える形で始まったものがブラックデーである。ブラックデーはバレンタインデーの1ヶ月後の3月14日であるホワイトデーのさらに1ヶ月後、4月14日である。食用のアンコウはほとんどがメスである。アンコウは
タラ類の近縁にあたる海水魚で、そのほとんどが深海魚である。アンコウには300種類と非常にたくさんの種類があるが、その中で食用になるものはわずかしかない。食用になる主なアンコウは次の4つである。キスアンコウ、アンコウ、アングラー、アメリカンアングラー。キスアンコウは本アンコウともいい。メスは尾びれの根元までの体長1メートルから 1.5 メートルほど。オスは50センチ前後。太平洋北西部の水深500メートルほどまでの深海に生息する。これら4つのうち、日本ではこの本アンコウと靴アンコウとも呼ばれるアンコウが主な食用の種類で、両種は外見がよく似ている。そのため、一般に市場では区別されていない。そして、食用アンコウのそのほとんどがメス。これは、アンコウのオスは大きさがメスの10分の1程度しかなく、食用とするには難しいためである。ガラスは何からできているのか。主な材料は傾斜とソーダ灰、石灰石である。ここに丈夫にするための材料や色をつけるための材料を混ぜ、高温で溶かしてガラスを作る。どの原料も聞き慣れない名前だろうが、すべて石や砂の中から取り出される鉱物で、案外身近なものばかりである。傾斜というのは、二酸化ケイ素という物質を含む石英を砕いた砂のことである。公園の砂場にも含まれており、砂の粒をよく観察すると、透明でキラキラ光っている傾斜を見つけることができる。ガラスを作るときは、石英や傾石と呼ばれるものを細かく砕いて使う。石英自体は無色だが、不純物が混ざって色がつく場合がある。例えば、バラのような色になったものが、ローズクォーツ。何百年、何千年もの時間をかけ、いくつかの不純物がきれいに層を作ったものが、メノウ。石英の結晶が大きく成長し、六角形の柱のような形になったものが、水晶である。水晶を砕いてガラスの原料にすることもある。ソーダ灰、灰という文字がつくように、もともとは草木を燃やした灰を使っていたが、今は塩から作った無水炭酸ナトリウムを使う。ガラスの他には、石鹸、洗剤や入浴剤の原料にも使われ、中華麺を柔らかくする乾水にも含まれている。石灰石。これはチョークにも使われている鉱物で、主に崩壊石という炭酸カルシウムを含む鉱物からできている。石灰岩から採取する。石灰岩は日本全国に分布しており、石灰石は200箇所以上の鉱山で掘り出されている。
山口県の秋吉台や福岡県の平尾台、岩手県の芸備渓は石灰岩を多く含む地形として有名である。ガラスには窓ガラスや瓶、食器などに使われる蒼田石灰ガラスのほか、熱や薬品に強く、電子レンジやオーブン、理科の実験でも使える宝鶏産ガラス。透明度が高く、キラキラと輝いたクリスタルガラスなどがある。耐熱ガラスとも呼ばれる宝鶏産ガラスは、蒼田石灰ガラスよりも傾斜が多く、放射や放散なども含んでいる。クリスタルガラスには酸化塩を多く含むもの、酸化カリウムや酸化バリウム、酸化チタニウムを含むものがある。国立公園がない都道府県は一府五県である。全国に34カ所ある国立公園、一カ所も存在していない都道府県は大阪府、茨城県、千葉県、愛知県、滋賀県、佐賀県の一府五県である。最も多いのは北海道の6カ所、次に多いのは新潟県と長野県で共に5箇所。一つの国立公園が広域の都道府県にまたがるもので、瀬戸内海国立公園が瀬戸内海のほぼ全域に及ぶ自然公園の代表格である。対象地域は兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県のなんと10県である。しかし瀬戸内海に面しているのは一府10県。なぜ大阪府が瀬戸内海国立公園に含まれないのか。それは国立公園の要件を満たすものが現状大阪府にはないということを意味する。ゆで卵の殻をきれいに簡単に剥く方法。ゆで卵を食べるとき、うまくゆで上がっても、殻がきれいに剥けないと、せっかくの味も台無しになってしまう。だが、この殻がきれいに剥けるようになる、実に簡単かつ有効な方法がある。通常は、卵の白身の中に、二酸化炭素が含まれており、これが膨張し、薄皮を圧迫し、殻に密着させてしまうため、剥きにくくなる。対策としては、尖っていない方を叩いて、ごくわずかにひびを入れる。すると、中の二酸化炭素の逃げ道ができ、外へと放出される。中からの圧力はなくなり、薄皮も張り付かないため、きれいに剥けるのだ。ゆで卵の黄身が、青黒いような色になってしまうことがあるが、これは、硫化第一鉄という物質のため、シスチン、システインという、卵白のタンパク質の中で、硫黄を含んだアミノ酸が加熱によって分解され、硫化水素と卵黄の中の鉄分がくっついて、その硫化第一鉄という暗緑質の物質になる。
卵が古かったり、茹ですぎたりすると、これが起こるのだ。語彙力が上がるのは、フィクションよりノンフィクションである。研究により、読む本のジャンル次第で、身につく語彙力に差が出ることが分かった。本というのは、小説などのフィクションと、事実を書いたノンフィクションに分類される。語彙力が上がるのは、フィクションよりノンフィクションである。ベネッセと朝日新聞の調査によると、普段フィクションよりノンフィクションを読んでいる人の方が語彙力が高いことが判明した。小説などのフィクションに使用される言葉は約3万語なのに対し、ノンフィクションは約5万語以上の言葉が使われている。ノンフィクションの方が専門用語が多いため、調べたり注釈を見ることで語彙力が上がっていくと考えられる。タモリの発言で、卓球台の色やボールの色が変わったことがある。現在は放送が終了した笑っていいともの1980年代後半での放送内のこと。その日のテレフォンショッキングのコーナーは、ミュージシャンの小田哲郎さんが出演した。タモリさんが、小田哲郎さんは学生時代に何をやっていたの?と聞くと、小田哲郎さんは卓球ですと答えた。すると、タモリさんが卓球に対して、あれってネクラだよねと一言放った。当時のタモリさんや、笑っていいともでの発言には、かなりの影響力があり、翌年から中学生で卓球部に入部する人が激減するという事態が発生した。特に、女子の卓球人口の減少は著しく、一気に数万人が減ってしまったとされる。そして、この発言をきっかけに、卓球台とボールの色が変わることになった。急激な卓球人口の減少により、卓球業界では、なんとか、対策を打たなければならなくなった。卓球はネクラというイメージを払拭するために、まずは卓球台の色を緑色から清涼感のある青色へと変更した。そして、青色の卓球台は徐々に普及していき、1992年に開催されたバルセロナオリンピックでは、見事に青色の卓球台が採用されたのだ。その後、国際大会では青色の卓球台が一般的になっていった。そして、ボールの色についても白色からオレンジ色のものが登場し、全体的に地味な色合いから色鮮やかになっていったのだ。ユニフォームも昔は格好悪いものが多かったが、最近ではおしゃれでかっこいいデザインのものも増え、卓球のイメージが明るいものとなった。優雅な花、蘭の語源は、ギリシャ語の紅岩からである。高級な花の代表格、蘭は、英語でオーキッドという。
その語源はギリシャ語で男性の睾丸を意味するオルキスである。卵は根に二つの開根を持っており、その様子が男性の睾丸そっくりなためこの名がある。そしてこの開根には催陰作用があると信じられており、美薬として売られていた時代もある。君が代は実は最初から最後までヘブライ語で書かれていたものである。君が代の歌詞には一種の違和感を覚える人も多い。その理由の一つが不可解な歌詞。君が代には例えばサザレイ氏の庭を、苔の蒸すなど一般的に使われていない難しい表現が含まれる。タイトルの君が代の意味が二通りに取れることも議論を醸し出している。君という文字にはあなたという意味と君主という意味がある。そのため君が代は一般庶民を指したあなたの代、もしくは天皇のお代、いずれの意味にも取ることができ、意味が不透明である。また苔の蒸すまでという表現が果たして天皇のお代の永続性を語るにふさわしい美しい言葉の響きを持つかどうかについても疑問が残る。しかも君が代の歌詞には口ずさむだけで不思議と伝わってくるユダヤの響きがある。ヘブライ語で神を意味するヤ、ヨという発音がチヨニやチヨニというフレーズに三度繰り返され、チヨニという言葉の発音はヘブライ語ではシオンの民を意味する言葉に酷似している。ヘブライ語で救いを意味する石やヤーウェイの神を象徴する岩、物事が成就することを意味するナリッテなど、ヘブライ語と思われる言葉も散見される。これは単なる錯覚や妄想ではなく、驚くべきことに日本語で書かれた君が代の歌詞は最初から最後まで一貫した意味を持つヘブライ語で書かれていたのだ。機械という漢字の使い分け。機械の機は信号機の機と消火器の機、この2種類がある。信号機の機の方は漢字一文字の意味で調べると、からくり、仕掛け、組み立ててできた道具と表される。消火器の機は器、入れ物、道具。信号機の木は細かい細工を施して動くようにしたもの。消火器の木は比較的単純な原理で動くようにしたものと捉えることができる。電話機と充電器で見ると、電話機は受信の時自ら勝手になる。充電器は小型で自ら動くわけではない。では、機械という単語にして、それぞれの意味の違いを見ると、信号機の機の方の機械は、動力で動く複雑で大型なもの、マシンを意味し、消火器の機の方の機械は、
人力で動く単純で小型なもの、道具を意味する。これらをまとめて機器などと呼んだりする。青や紫、ピンクなど、アジサイの花の色は咲く場所次第である。6月頃の梅雨の時期を彩る花、アジサイ。この花の色は青や紫、ピンクなどがあるが、これらは種類によって異なるわけではなく、花が咲いている場所の土壌の性質によって決まる。アジサイの持つアントシアニンと油脂基礎に土壌のアルミニウムイオンが加わると青色になる。これが根から吸収されやすいかどうかが pH 酸性度に左右されるためである。酸性は青、アルカリ性はピンクとなる。アジサイという名前の起源は諸説あるが、アズサアイというものが有力とされている。集めるという意味のアズと、まことに、本当にという意味のサ、それに青イコール藍色のアズサイが転じたものである。また、アジサイには毒があり、接触による食中毒や死亡などの事例があるが、毒成分は明らかにされていない。宮沢賢治が世に認められたのは死後のことである。風の又三郎や銀河鉄道の夜、注文の多い料理店など数多くの名作を生み出した宮沢賢治。幼い頃から成績が優秀であった。小学生時代の成績は10教科すべて最高評価であった。農業高校で教師をしていた28歳の時、注文の多い料理店を発表した。しかし、無名の賢治が書いた小説は全く売れなかった。初版1000冊のうち200冊を賢治が買い取ったのだ。死後、賢治の弟が中心となって作品集が発売され、それが売れたことによって賢治の名が広まり、高く評価されるようになった。大学芋や大学ノートの大学は、どこの大学のことなのか。日本で初めて大学ノートが発売されたのは1884年のこと。最初に大学ノートの製造販売を行ったのは、現在の東京大学の目の前にある文房具店松屋だったとされている。現在では東京大学として知られているが、当時の東京大学は東京開成学校という名前で知られていた。そして松屋で大学ノートが製造販売されるようになったきっかけは、東京開成学校で教授を務めていた人からのアドバイスだったとされる。当時はまだ用紙が輸入されていない時代だったことから、大学ノートで言えば和紙で作られたざらしのノートであった。
現在は当たり前のように用紙を使っているため、和紙のノートは想像しづらいが、かなり使いにくそうに思える。なぜ大学ノートという商品名になったのか。実はその語源ははっきりとは分かっていない。しかし、東大前の文房具屋で売り出されていたことから、大学ノートの大学とは、東大が語源だと考えられている。また、当時の学生や子供のほとんどは、半紙をまとめて作った雑記帳をノート代わりにしていたため、大学ノートの存在は知られていなかった。そのため、東大に通う特別勉強熱心な大学生が使っていたノートのため、大学ノートとなったのも納得がいく。世界的に見ても、日本人は勤勉で知られており、志望する大学へと進学するために勉強を欠かさない。日本中に大学ノートが普及するようになり、現代に至るまで大学ノートという商品名が変わらずにいたのかもしれない。大学芋の語源や由来についても、東大であるという説が存在する。様々なものの由来になっていることから、東大の歴史の深さがよくわかる。大学芋とは、さつまいもを油で揚げ、砂糖を溶かしたタレを絡め、仕上げにごまをあえて作られる日本の伝統料理を指す。大学芋が初めて作られるようになったのは、昭和初期だと考えられている。当時の日本は不況だったことから、学費に困っていた東大生が大学芋を作って売ったところ、学生たちの間で評判が広まり、たちまち人気の食べ物となった。安価で手軽に食べられ、カロリーや糖分を補給できることから、勉強熱心な東大生にはまさにぴったりの食べ物であった。アルコールのルーツはアイシャドウであった。アルコールはアラビア語のアルコールから来た言葉である。アルはアラビア語の定冠詞で、英語で言うと、ザにあたる。コールというのは、アラビアの女性たちが、まぶたや眉毛を黒く塗るための粉のことである。この粉は、クジャク石をすりつぶした青色のもので、ハエによる目の病の伝染を防ぐといった目的で使われた。つまり、アルコールというのは、現在でいうところのアイシャドウのことである。カメラはなぜ写真が撮れるのか。暗い部屋の中で、障子に外の景色がぼんやりと逆さまに映ったりすることがある。近代的な住宅ではあまり見られないが、昔の日本の家では時々そのようなことがあった。詳しく調べると、それは雨戸の小さな穴から光が入り込み、障子に映ってできたものであった。これが実は一番簡単なカメラの仕組みである。真っ暗な部屋がカメラの胴体の箱になっている部分で、雨戸の小さな隙間が
カメラのレンズの部分ということだ。このように中が暗い状態の箱とそこに光の入る小さな穴が一つあれば、その穴から入ってきた外の景色が箱の中の壁に映る。これがピンホールカメラである。カメラはこの仕組みを利用しているのだ。カメラというのはレンズがなくても写真は撮れるが、それではピンボケの写真しか撮れない。そこでレンズをつけて綺麗な写真が写るようにしているのだ。写真はカメラだけでなくフィルムがなければ撮ることはできない。フィルムというのはカメラのレンズを通ってきた光を記録するものである。写真を撮ったフィルムを取り出して現像液というものにつけると絵が浮かび上がってくる。これを印画紙に焼き付けて写真が出来上がるのだ。認可保育園で給食を出すのが決まりなのはなぜなのか。保育園は児童福祉法に基づいた児童福祉施設である。対象は満1歳に満たない乳児から小学校就学の年満6歳の幼児である。児童福祉法では子どもの健全な発育に必要な栄養素を含有するものでなければならないと認可保育園に求めている。栄養管理された給食の提供が必要になるため、調理室の設置義務がある。食事の提供ガイドラインが明確に決まっているのも特徴である。一方、幼稚園は小学校、中学校などと同じように学校教育法に規定されている学校である。入園資格は満3歳から満6歳までの間で義務教育期間ではない。この間は就学前教育や幼児教育と呼ばれる。幼稚園は文部科学省管轄の教育施設で、子どもの教育が目的のため、給食提供は義務ではなく、幼稚園の方針に委ねられている。そのため、保育園とは異なり、幼稚園には調理室の設置義務がない。日常生活で使うドライバー。ドライバーを隠し持つと罪になることもある。日本ではピッキング防止法によって建物侵入に使う恐れのある工具を正当な理由なく隠し持つことが禁じられている。法に触れるのはピッキング班が使う専門的な工具だけではない。長さ15センチ、先端幅 0.5 センチ以上のマイナスドライバーも罪に問われる可能性がある。では、プラスドライバーはどうなのか。実は、プラスドライバーであれば対象外である。ハリー・ポッターを書き上げた作者、J.K. ローリングは、うつ病状態でハリー・ポッターを書き上げた。小さい頃からたくさんの本を読み、6歳から自分で物語を創作していた J.K. ローリング。ハリー・ポッターのストーリーを思いついたのは、
25歳の時であった。列車で移動中に突然思いつき、わずか4時間余りで物語のほとんどを考えついたという。当時の彼女は離婚し、1歳の娘を育てるシングルマザー、無一文で生活保護を受けて暮らしていた。いつも体が重たく無気力で、寒気に襲われうつ病状態であった。もう幸せを感じられないと絶望していた。そんな苦しい生活で書き上げたハリーポッターは、出版後瞬く間に大ヒットしていった。居眠り中にビクッとなるジャーキング。ジャーキングは日本人だけでなく、人間であれば誰にでも起こりうる現象である。しかし、ジャーキングがどのような理由で起こる現象なのかははっきりと分かっていない。一般的には睡眠時に筋肉が弛緩していることから、体が不安定な姿勢となり、脳が体が倒れたり転んだりしていると勘違いをして、体勢を保とうとするためビクッとなってしまうと考えられている。そのことから、机に突っ伏して居眠りをするときなど、不安定な姿勢のときにジャーキングが起こりやすいのだ。電車で居眠りをしようとすると三半規管が働き、無意識に体勢を保とうとするのと同じことである。ジャーキングは体に疲れが溜まっている時ほど起きやすい。疲れが溜まっていて熟睡できていない時など、脳は起きているのに体は寝ているという状態に陥りがちである。そのため脳が体に指令を出してジャーキングが起こる。他にも精神的に疲れている時も眠りが浅くなりがちなため起こりやすくなる。栄養が不足していることも関係があるとされる。ジャーキングが起こる明確な原因が判明していないことから、予防方法についても明確にはなっていない。しかし眠りが浅い時に起こりやすいことから、やはり熟睡することによって予防することができる。生活リズムが乱れている人は、しっかり同じ時間に寝て同じ時間に起きることを心がけると良い。銀行のトップを頭取と呼ぶ理由。企業のトップといえば通常は社長であるが、銀行だけは頭取と呼ばれる。この言葉は、日本で初めて銀行制度が誕生した1869年にトップの役職を指す言葉として採用されたものである。もともとは音頭を取る人という意味で、雅楽や能楽、歌舞伎などの首席奏者を呼ぶ言葉であった。それが転じてグループの長を表すようになり、銀行に受け継がれたのである。が、地方銀行や信託銀行の中には、他の企業同様社長を使っているところももちろんある。池上本門寺にある仁王像のモデルはアントニオ猪木であった。
東京都大田区にある池上本門寺は、日蓮宗の開祖、日蓮聖人の終焉の地として信仰を集めるお寺である。1978年、戦災で焼失した山門と仁王像を再建することになった際、彫刻家の円坪勝三がモデルとしたのが、当時プロレスラーとして活躍し、このお寺にも縁があったアントニオ猪木であった。アントニオ猪木が選ばれた理由は、作者の円坪勝三が大のプロレスファンで、アントニオ猪木にモデルを依頼したということだ。紙は何からどのように作るのか。紙が発明されたのは、今からおよそ1900年も前のことで、中国の西林という人物が作ったと言われている。最初の紙はボロ布を材料にして作られたのだそうだ。しかし今の紙はすべて木から作られている。私たちが普通に使っている紙は和紙と洋紙の2種類がある。書道などに使われているのが和紙で、ノートなどは洋紙の方である。和紙の材料は楮や三つ又という木で、この木を叩いて糸のような繊維を取り出す。これを煮詰めて糊を混ぜて、すというものですくい取る、すくという作業をする。これを乾かせば和紙の出来上がり。また洋紙の方は木を削り砕き、薬で煮詰めて糸のような繊維を取り出し、これに糊を混ぜ、すき、棒に巻き取っていく。現在は、すくという作業は機械で行っている。そのために、たくさんの量の紙を一度に作ることができるのだ。ヨーロッパでは、東方から紙の製法が伝わるまで、羊の皮を乾かし、内側の皮を削り取って薄く仕上げた羊皮紙が使われていた。チェルノブイリ原発事故跡地。ソビエト連邦時代の1986年4月26日に、チェルノブイリ近郊にあった原子力発電所で原発事故が発生した。原発は1971年に着工し、1978年5月に営業運転が開始された。世界最悪の大惨事以来、ここでは時間が止まっている。現在も半径30キロメートルの立ち入り禁止区域では、旧ソ連時代の建物が放置されている。事故後、30年以上が経過した今、この地域を訪ねる人は絶えない。2020年は過去最多の12万4千人以上、国外から10万人が訪問した。ウクライナ政府は世界遺産の認定を求めユネスコに動き出した。もし負の世界遺産に認定されれば、チェルノブイリとその周辺地域は観光スポットとして老朽化する建築物の保護に期待を寄せている。
2016年には事故を起こした4号炉を巨大な防塵ドームで覆う工事が完了している。エアコンの新商品が秋に発表される理由。エアコンの機能が冷房に限られていた時代、メーカー各社では需要が最も大きい夏を過ぎた9月末に売上高を集計していた。この区切りを空調業界では冷凍年度と呼んでいたが、これは2003年に廃止された。しかし、この区切りの名残から、今でも冷凍年度の新年度にあたる秋に新商品を発表するメーカーが多いのだ。小説「ロビンソン・クルーソー」の正式タイトルは、世界一長い。正式タイトルを訳すと、自分以外の全員が犠牲になったナンパで岸辺に投げ出され、アメリカの浜辺、オルーノクという大河の河口近くの無人島で、28年もたった一人で暮らし、最後には、奇跡的に海賊船に助けられたヨーク出身の船乗り、ロビンソン・クルーソーの生涯と不思議で驚きに満ちた冒険についての記述である。ロビンソン・クルーソーは架空の人物であるが、実際に無人島で生活したスコットランドの航海長、アレキサンダー・セルカークの実話をもとにしている。鼻呼吸は交代でしかできない。ほとんどの人の鼻呼吸は片方の鼻の穴でしか行われない。交代性鼻閉という現象で、数時間おきに鼻の奥にある鼻甲介と呼ばれる場所が膨張していく。鼻甲介の膨張が左右で繰り返されることにより鼻呼吸がコントロールされている。現在、どちらの鼻の穴で鼻呼吸をしているかの確認方法は、鼻から息をゆっくり吐きながら片方の鼻の穴を指で塞ぐ、これだけである。鼻から息が出続ければ、塞いでいる穴と逆の鼻の穴で呼吸が行われていることがわかる。逆に、息が止まってもう片方に切り替わった場合は、塞いでいる穴の方で呼吸が行われていたことがわかる。交代性鼻閉が起こる理由は、呼吸の負担を軽減するためと、匂いを感じやすくするための2つだとされている。